するの。それが新しい契約だ。あの安全なところに隠れてろ。カンナがこの12年間何を見ていたのか。柊と夢でつながっていた。身動きも取れず言葉も交わせない地獄の中で妹は見た。自分の唯一生き残った最愛の兄が訳のわからない年上女に囲われ紐として堕落していくの。見てたのは謎のシスターに命と体を狙われてたところでしょ。別に食事をする必要もベッドで寝る必要もないけど。おかえり。今月に入って何度目の脱走よ。だってあんたが彼から自由を奪ってるってどうして気づかないかな。だいたいここはお兄ちゃんの家なんだから。あんたの抵抗をやめなさい。カンナ、一番なんともできない人来た。